上がったわ。死ぬから一旦もうオーバースペックこの波だから俺は上がった。そしてあいつらに今指示出してる。あ、オッケーオッケー。おいやってんだよ。俺っつってんだろかバカ野郎。こんな感じで指示出してる。コーチングしてやってる感じ。でも乗る波乗る波結構えぐいわけよ。そこでね思った。俺が心の底からの解説をしようかな。オッケーオッケーオッケー。映像じゃ伝わりづらいからね。映像じゃ伝わりづらいから言うわマジで、うん、現場リポート、現場リポートオッケー。お届けします。はい、はい、大沢くん、はい、行こうとしております。ルービー行くのか。さあ乗りました。帝国、あーダメですね。意外と早いんですよ。はい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 、はい、よく見えちゃうんだけど早い。そうで、ノブは右にいてカイトが左にいます。はいはいはい。まあ左はもう完全にあれだね、グーフィー狙いですね。カイトお、大橋さんどうですかこれ。あ、乗ります。はい、乗れ。アップスアップス、あーい。あれはね、いつも俺がカイトに言うって言うんだけど、あれ悪い癖だと思う。あれはお前悪い癖だと。あれ何が原因、あれ何が原因。あれはもう、斜め45度に刺すぎ、斜め43度に刺すぎに行けって言ってるのに、あいつ45度、その2度。世界で戦うならその2度っていうのがね、三笘の1より小さな。なるほどなるほど。その2度が大事。45じゃないんだ。45じゃない、43度に、3度に、3度に差し込めって言ってるのね。あいつ何度言っても分かんねえんだ。でかいんです波が。いやー、あー苦しい、食らいたくない。これは苦しい。もう海の中にいるとあれマジ泣きたくなるけど、うん、外から見てるとマジで食らってほしいって思う。ボブもカイトも早くあれを食らってほしいって苦しがってる姿を見たい。めっちゃ楽しそうじゃん。え、めっちゃ楽しそうじゃん。だって海の中で結構シリアスな顔してた。誰？コウタくん。俺はマジどんな顔、どんな顔。やばい、多分本当に超ドセッときた瞬間に1秒もふざけてらんない、ね、右目は白目向いてる。左目しか見てない、多分現実でないでほしいっていう感覚で。あの一本はとにかくやばかったね。やばかった。あれはね、あれ撮ってないでしょ。撮ってた撮ってた。あ、撮ってた。そう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 。あれいるかって、あのセットはね、マジでこの現場でおじさんたちにも体験してほしい。マジあれは結構苦しいよ。あれよかったね、位置置きで。あれちょっと手前とか頑張って漕いじゃったりしてたらさ、いやもうでも見える、自分たちも。あアウトに、ま、波待ちしててアウトにでかい塊がブンって見えるの。なんか来たなって、怪しいぞって。そう、もうほんとあれだね、グラグラの身だね。ガーンみたいな、ガーンって。白ひげいる、沖に。白ひげ沖にいるよ。やばいよ。グロロロロロロっつって。もう本当に海賊。グラララララじゃね。え？グラララララじゃね。グラララララるよ。グラララララララ。もう大改心起こってます。本当やばい。半端ねー。でもマジで、まあ。フィルターで見、ね、オーシャンピーポーでフィルターで見てると思うんですけど、視聴者の方たちが。こうやって生で見てると、やっぱより迫力があるし、やっぱフィルター越しじゃない、ね、リアルっていうのはマジででかいし、やっぱ波の音もね、すごいじゃないですか。あ、やばいっすよ、ね。水の分厚さとか、スープのでかさっていうのもやっぱり間近に見えるから、でぜひね、こういうでかい時に、ノブとかカイトをね、ライディングを見てほしいよ。あね、半端じゃないっすね、マジで。こういう体験の時とか、ああ行けちゃうんだそういうのみたいな。で本当になんかもうドドンパ。マジでドドンパだよね。富士急のドドンパ。あ、ノブ君どうこれ。そう、あーなんか日焼けしてる。でも日焼けするぐらい余裕だわ。そうそうそう。いいね。はいはい、と裏セット来たよ。はい、来てます。来てます。はい、来ます来ます。ケンタ君いい位置セットしてんじゃないこれ。いいね、乗るよ。水中映像もお届けできるかも。あー来たね。あーちょっと早いね。こうよね、あいつ攻めるんだよね。行くんだ。うおあぶねえ。引いたでしょ。おおすごいね。あの子マジタフ。クレイジーだね。コウヨもね、頭悪そうな顔してんだ。頭悪そうなやつはやっぱり攻めるよね。ノブといえ、カイトといえ、
チェヒトといい。それについて紅葉もそうだ。俺みたいなちょっと利口なやつは無理だ。考えちゃう。なるほどなるほど。やっぱり見聞色の覇気がね育ちすぎちゃってる。ああなるほどね。2秒3秒どころか10秒先の俺見えてる。ああなるほどね、うん、でもノブ君もカイト君も覇王色あるよ。でもああまあね、ああ素質はあるかもね。覇王色でねどうにかしてる。ああなるほどね。俺もまとってるはずなんだけど、まとってるはずなんだけど全然ダメ。まあ今日はあの柴田さん登場第1回目、皆さん覚えてるか分かんないですけど、茨城、 あの時に戻った感じですね。ちょっと保守的が過ぎましたね。保守的だね。もう保守的とかないね。 まあ基本的にはね。あだってでかいんだもん。そりゃそうだよ。これは保守的だよ。あーもう今日でかくて乗れない。てかまず入ってるだけかっけえなと思った。なんかさないじゃんあんまり。あ今日でかくて入らないとか、うん、とりあえずね入る。あ来たね。カイト行くんじゃない。ノブ君も来てる。おはい。あー受けれないんだけど、あの波であえてチューブを狙うね感覚がやっぱすごいよ。あやっぱさ怖いじゃん。ただの壁じゃん。あの感覚、ノブとかカイトの感覚をちょっと本当に味わってみたい。確かにね、彼らにしか見えない世界っていうのを俺も見てみたい。あ、おや、お前も行くんか。ねー惜しい。すごいね。ドギーで出てきて欲しかった、今。でも何本か抜けてんだよね、ノブもカイトもね、チューブね、さっきからね。すげーよ。なんだノブ君来た、これ。あ、裏来たね。溜まって。じゃあ、溜まってきた波で、行くのか、行かないのか。これどう？ちょっと左だったらいけんじゃないですか。行くのか、行かないのか、行くんです。行くの？おぉ、回帰です。行きません。そうですね。まあ、本当に、スープで頭くらいの波になってるんで。これは大変ですわ。まあ、あれがやばいよね。こうさ、跳ね返り。跳ね返りが怖いよね。え、海の中に入ってるさ、もうどんくらい恐怖レベル100がマックスだとしたら、リアルに今日の波だったら150。100超えすぎて。あ、超えてる。超えてる。いやもうじゃあ男だね、こうだけ、うん、よく言ったよ。いや本当だよ。かっけえよ。でもさ、ギャルに見ててほしかった。2回目さ、戻るわって言ってさ、うん、結構すんなりいったよ。あそこは流れが入ってる。ああだから乗っかった。乗っかった乗っかった。だからこうセット3本セット来たら、うん、セット来なくなるの。結構長いからセットが、はいはい、そしたらあそこじゃ数えてたんだ。アウトに出る。そうセット来たセット来たセット来た、ゴー。そうアウトに出る流れあるから、それに乗っちゃえばもう本当に楽に出れるんだけど、楽に出れちゃうから逆にね怖いんだ。なるほどね。あやべえ、ついちゃったみたいな。そう、あついちゃったと。乗るしかねえ。かつあ、またセット来る。どうすんだ俺。なんかミドルサイズなかったね。ミドルサイズないないね。もう0か100か。結構ドッカン系行くしかないもんね。そう意外とやっぱね。でもコウタ君さ、1本さあーって言ったやつあったじゃん、うん、1本目かな、2回目の1本目、うん、あれね結構パドル長かったね。こうやってでしょ、うん、あれね結構2秒前ぐらいから立てた。あ、そういけ。あ、なるほど、ね、結構こぐなと思っちゃった。あ、そういうことで、ね、後で映像で見返してみて。オッケー。あれ早めに立ってたらいけてたかも。もっといけてた多分。どんな感覚なの。俺が狙ってるのはやっぱセットじゃなくて、セットが過ぎてからのミドルと、ミドルからちょっとちっちゃめのやつ狙ってる。切れてるなってなってくるとやっぱりねちょっと熱いんだよ。なるほどね、うん、あ、じゃあ乗れるか分かんないって感じで鬼パドルしてたんだ。1つ2つ3つぐらいのパドルでは乗れないよ。漕いで漕いでって感じになっちゃう。しかもそれで乗れなかったらやばいもん。そうで結構さ見た目よりもインサイドだから、なんちゃうから、もうちょっと漕ぎすぎてテイクオフするともうダンパでインサイドなんだよね。あそこのあれがちょっと難しい。難しい。いや台風半端ねえ。台風半端ねえ。やっぱりうねりがぶって俺的にはもっと炸裂してない、ちょっともっとねワンサイズちっちゃいとこでは入りたいんだけどね。ワンサイズ、ツーサイズぐらいちっちゃい方がいいよね。そうワンサイズ、ツーサイズぐらいがいいね。ちっちゃいとこで超いい波だと思うよ、うん、今なのにもかかわらずやっぱ。いやでも大丈夫。コウタ君、昔のコウタ君はパークにいたじゃん今。
そうだね。でも今白樺にいるじゃん。そういうこと。レベルアップしてるから。いやでも昔からいるんだよな、白樺には。乗れないんだけど。ノビーがさ、白樺行くぞ言うからさ、嫌だっつうんだけど、やっぱ白樺で配達を終えないから。でもここはやっぱり、ね、台風の日で何度も入って何度も乗ってる波だとしても、慣れない。ああ。やっぱない、なかなか。こんだけでかくなるところって。いやこれはすげえわ。ああやべえよ。もうねパイプライン思い出すわ。行ったことないでしょ。行ったことないけどパイプライン思い出すね。でもコウタ君に頭 GoPro つけてってほしいわ。あーいいね。必死な顔とともにあのさサーフボードノーゼンつけるやつあんじゃん。 あるじゃん。あれ今度やってみてよ。やってみる。あでもまああーとか言ってそうね、口のでもいいよ。じゃあそしたら顔が分かんないじゃん。必死な顔が面白いじゃん。一般あら同志たちはさやっぱこうたくんのそういう頑張ってる姿が見たいんだよ。そうですね。そうだからでもさ俺の顔だけだったらさどんくらいのサイズか分かんない。確かに。だから俺の顔通して口だったら取れるよ。口だったら絶対取れ るだってあんなセットもしインパクトいたらさ 100% 口から取れるでしょ。でも食いしばるじゃんって逆にちょっとマウスピースっぽくて調子いいかもしれない。あ、なるほどね。うん、やばいんだよ。でもこれからもっとだって台風7号近づいてきてもっとうねり入ってきちゃうでしょ。ああもう無理だ。これもうやるとこなくなっちゃうね。やるとこなくなっちゃうよ。パークがもうだって。俺さ、俺の将来の夢なんだか知ってる。海賊王、海賊王。海賊王はいつでも目指してるんだけど。実はね、はい、あのラジオ DJ になりたい。ラジオ DJ ね。ラジオ DJ 俺と車の中でもそうじゃん。しばずっとさラジオじゃん。そうだね。 F 横聞いてんじゃん。そうだね。家の中でもラジオ聞いちゃう男だから。しばしこうたの今夜はどうでしょうラジオ DJ 今夜お届けをするしばしです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん調子はどうですか。いや聞こえませんけども元気そうですね。でも今日はラジオって本当にこんなテンション、こんなテンションで喋んなかったら面白くない、ね、マジでこんなテンション。そうだよ。すごっ。でもねやっぱでも一人じゃないでしょ。いや二人とかだけどやっぱ上手いよね喋りが。こうだけいけるよ。ちょっと俺本当昔からラジオ DJ なりてんだけどなと思ってたんだけど、ラジオ DJ ってどうやってなれんだっていうところかな。ラッシュやりてえとか言いながら、ああやっぱなんか喋るの面白いじゃん。ああそうラジオ DJ ね。オーシャンピッポーで喋り倒してやろうかなと思って。いいんじゃない。なんかラジオね。あノブ君、ノブ、ノービー、あーはい。なんかどんな楽しいのかな。何がラジオ DJ？ え？ラジオ DJ？ ラジオ DJ。 いやー人によるっしょ。こうたくんみたいなタイプは最高っしょ。だってただ喋ってる、言い方悪いけど喋ってる仕事じゃん。そうだね。こうたくん最高じゃない。やりたいね。やろうか。あれだよ企画やるか。ラジオ DJ こうたの。でも結構俺もね YouTube でラジオ聞くんだよ。聞く。うん結構ね、いいよ。マジで？喋り。だってさ、運転中とかさ、まあ、あそうなんだ。こう、映像見れないけど音楽聴きたい時あるじゃん。いや、そうそうそう。なんか、なんだろう。まあ、いろんな状況であるじゃん。そうそういう時にね、結構 YouTube でラジオ流して、こう、聞きっぱにしてるみたいな時あるんだよね。やりたいな、じゃあ。じゃあ、お悩み相談的な？お悩み相談、やばいね。いや、まあ、カイト君、そうだ、カイト君も呼んとコウタ君で2人でなんか視聴者のサーフィンお悩み問題とか、まあまあ恋愛でもいいよ。恋愛でも、まあそうだね。そっち系も入りつつでね。最近恋をしてるんですみたいな。いいじゃん。いいね。まあでもさ、せっかくカイト君いるしさ、カイト君にしか聞けない。カイト君がこう答え、おー来た来た来た。あーやばい、すんごいの来た。うわしょい、すごいね。上がってきそうですね彼。
あんまやっぱね、ああいう波にチャージするっていう、いや素晴らしい。やっぱ頭がおかしいんだろうな、やっぱりな。一歩二歩抜けてんですわ。いやー、やっぱでもその一歩二歩のために何時間も入ってるから。そうだよね、それがすごいよね。普通だったらさ、いっぱい乗りたいじゃん。ああだからこんな、うわーよくねーと思ったら速攻上がるじゃん。俺も学生の時に何度か新宿の歌舞伎町で1、2時間ナンパのために立ったことあるんだよ。俺たち暇ですか。それと同じ感覚なのかな。あー、じゃあ分かり合える。いい人を一人捕まえるっていうために。あー、いい、なるほどね。セットが来るの待ってんだ。そう、彼は1、2時間いい波を残す、映像を残すっていうので待ってるわけでしょ。あー、似てんな。一緒か。ちょっと感覚分かったかもしれない、そうだったら。どうすか。よくない。よくねー。ダメですか。ダメすぎる。いやー、裏パーっすね。どう、裏パー多分結構いいと思う。行く。俺はもうギブアップっす。俺もギブアップかな。え、あ、ミーティングあるんすか。ない、ギブアップらしい。どんちゃん、ナンパすぎない。ナンパすぎる。マジか。ああ。おお。これダメだわ。大使とユージが多分裏パーで。頑張った。お、でかかったな。これ頑張ったよ。史上最大にでかかったんじゃない、人生でも。いや今日もマジでかかったと思うね。俺もコウタ君多分あれ説得だったら死ぬんじゃねえかと思って。だって説得くんじゃん。説得くるとなんかウキウキしながら俺のこと見てる。いや、あれこれ合うと思ったのよ。食らうと思ったでしょ。あの一番でかいやつ俺もあれ食らうと思った、ね、やべえと思ってコウタ君とか言って叫んで、で後ろ見たらもう超重え、もうあんなふざけてるコウタ君がもう真剣に歯も一個も見せずに、シリアス、シリアス、シリアスよお前。これ食らったら俺死ぬぞみたいな危機感をすごいピリピリきて、それに俺受けちゃって、あの波はやばかった。確かにくれくれくれーって。後ろパッて見たら危ねーって言ってたから、うわーみたいな感じだと思う。でもあんな感じよ。あんな感じだよね。だってもっとでかいでしょ。はパイプラインとかもっとでかい。そうだから、こうたくんの多分感じが俺らの多分その影響を得たぐらいのもらえないみたいなのがあの感じだと思う。そうだよね。でも行くのよ、それで。そうだよね。それを行くんだもんね。そうそう、だから行くのよ。すごいわ。だってもうさ、俺らからしたらもうこのスープがもう胸肩、セット側のスープなんて頭ぐらいあんじゃねえかぐらいあんじゃん。スープだけでね。スープだけで。確かに。ね。そんなやばいよね、やっぱ。やばいわ。よくなさすぎだわ。そもそも。よくない。めっちゃよくない。もう入った瞬間に多分、これは俺が、1時間前だったんだろうな、みたいな。そうね。しょうがねえな。しょうがねえ。夕方ちょっともうちょっと一回飯食って見よっかな。来た。今俺実況してたから。そうだ、ラジオ DJ として。いいね。将来の夢はラジオ DJ って伝えて。あ、いい。あ、これいい。あー、裏じゃん。じゃあ、いやでもよくない。この流れが止まんなきゃダメだよ。絶対やばいよ。絶対やばいよ。吹っ飛んでんじゃない多分。ほら、出てこないじゃん。わぁ、だぜ。やばい。似てる顔は面白いんだけどな、これ。この感じでケンタ、ハワイ死にかけたからな。あ、そう。上がってきたじゃん、ほら、上がったから。あー、やばいやばい。結構、今、判決系でしょ。あ、見て見て見て、裏パーク。うわ、炸裂してる。やばくない思っちゃったよ。やばくない。やばい、大きい。やばい、大きい。これレフト見て。うお、やばっ。やばっ。やばい。この裏パーク本当に波ってきてあるから、ね、一番大きい。あ、これ誰か乗る。やばい。ほら、ユージだ、ユージ。うわ、乗りけ。うわわわ。2本目だからね。まあ、ここだけも食らってますね。どうでしょ、右サイドで。あーはーはー、浅いんだよね、しかもこれね、もう立てるから浅すぎです。ね。あ、これは良かった。あ、でもなんかパシャってる、パシャってる。あ、もうまあ二人ともなスープに流され上がっていく。パ
これね、流れが入ってなかったらいい波だね。あ、浅いところに流れちゃってるからダンパーになっちゃってるけど、深いところにちょっとだけ流れだったら全然いけると思う。いいね。じゃあ潮のタイミングが良くなかったんだ。上げすぎだね、これ多分。もっと上げて手前になりすぎちゃってる。でもこれから一生今日上げだから、もう今日はダメっす。もうダメだね、多分。そうだね。パークじゃん。もっとでかくなって上げだったらいいかも。ね、いた。確かに。わあ、壊れた足。やばい。壊れたじゃん、脱げたじゃん。あ、脱げたんだ。ちょうど持っちゃってんじゃん、カメラ。え、本当だ。水冷たいですか。まあそうだ、ちょっとほんの冷たくない。だからかな。お疲れ様、お疲れ様です。お疲れ様でした。大ぶり、大ぶりだわ。のぶくん、ありがとうございました。いや、小島さん、ありがとうございます。相当入ったっしょ。相当入った。いや、のぶくん帰ろうとしたとこにちょうど来ちゃって付き合わせてしまいました。あ、そうだったの。そう。のぶくんが帰ろうとしてるときに俺が待ってくれさい。いや、ちょうど電話してたら、電話かけようと思ったら階段の上に青い帽子をしていてあれって思って。あれ、エポキのサングラス早く持ってきたよ。ありがとう。砂まみれ。ノブだって7時からやってるらしい。フィルフィガーって書いてあります。トミー、トミーフィルフィガー、トミーフィルフィガーじゃないですか、これ。あ、でこれいいな、スガシカオみたいな。スガシカオだ。歌って歌って。もう余裕が違うな。もうコウタ君はもうひりついちゃってもダメでしたよ。これだけやったの下り。何これの。やってないけど。やってないよ。やってないけど。じゃあ俺仕事行ってくるんで、夕方おそおそもう一回会いましょう。え、できんの。じゃあ頑張って来る。いいね。じゃあおそおそやろうよ。おそおそ何時。5時5時6時5時6時5時半6時メイビー。5時半6時半。じゃあそのやれる期間5時半からスタート7時やろう。もう一発やろう。じゃあ後で皆さん。いや、せいや、グッドショットよかったよ。おーイエース。